らっしゃいませ。山月移住者の日記のまるです。今日はですね、伊豆の山全制覇チャレンジの第3弾ということで、家から一番近い山、城山に行きたいと思います。普段は私たちの、トレーニングみたいな感じで使っている山なんですけども、慣れた山ということで、今日は一発撮りにチャレンジしてみたいと思います。あちらに見えている鉄塔みたいなちょっと建物があるところが城山の山頂です。では出発します。ちょっと山レコをね撮ってるので、山レコのスタートだけ押したいと思います。開始。軽くランニングしながら行きたいと思います。ちなみに今日も晴れです。気温は今18度ということで、今年初半ズボン履いてきました。しっかりね体を温めて走っていきたいと思います。行くぞ。橋が結構好きでね、スタートの時にねここを渡るといつもウキウキしちゃうんですよね。ここはですね、修善寺温泉からすぐなんですけども、目印になるのは先ほど私たちがいた修善寺総合会館という建物、そのすぐ裏手にある赤い橋を渡っておりました。やばい、早速息が上がってきましたよ。激坂、第1の激坂。この前ね思いついたトレーニング方法なんですけど、こういうところをちょっとこうね走っていったりすると、この段差があるところ細いところを走っていったりするとバランス感覚の練習になるんですよ。登山は最初からめちゃめちゃペース上げちゃうと、もう後に行けば行くほどしんどくなっちゃうので、それもトレーニング中も若干意識して、もうジョグペースで走るようにします。正直初めての一発撮りなのでちょっと緊張してます。道を間違ったりとかね、変なことにならなきゃいいけど、結構ね山の斜面に桜がついてたりして、今の時期はすごくね景色がいいんですよ。
沿いに走ってくるとこのウォーキングって書いた看板が出てきますので、こっからちょっと山に入っていきます。最初がちょっとね、ぐちゃぐちゃの道なので、雨の後とかは結構ね、ぬかるんで歩きにくくなってます。やっぱりでもね、土の道を走るって気持ちがいいですよね。後から急坂が出てくるので、そこまではね、頑張って走ろうと思いますよ。よいしょ。先に進みます。道が2本ありますけども、上りは頑張っていつもこのちょっと急な方を行っています。ちょっとね、走れないところもあると思うんですけど、進みます。結構ね、こんな細い道があって、こっちじゃなかったら間違えちゃいました。変な緊張してますね。こっちです。
一気に標高が上がってくるのでね、足が結構効きますよ。ちょっと歩きます。この山は普通に歩いてもまあ1時間半ぐらいで往復できるような小さな山なんですけど、ちょっとね、急な道を選ぶと割とトレーニングになるのですごく重宝してます。この辺とかちょっとね、稜線の上を歩いているような感じで、ちっちゃいながらもすごく気持ちいいんですよ。なんか日が差し込んでて嬉しい。よし、なんとなくね、上がもう近い雰囲気出てますよね。あと一息なんで頑張って少し走り出したいと思います。普段以上にね、足場とか気をつけなきゃいけないんで、
すごくね、歩く練習にもなるんですよ。あ、見えたぞ。見えたら、この赤い屋根が途中で見えるんですけど、この赤い屋根が見えたら、もう数十メートルで山頂ですよ。ここでね、朝早く来てお弁当食べたりしてもね、気持ちがいいですし、実はこんな広くなってるのには理由があって、この小屋、このね、小屋なんですけど、もともと城山にはちっちゃなリフトがあったと言われてまして、ここがそのリフトの停車場だったみたいですね。もう日本最短、日本で一番短いリフトだって言われてたそうですけど、地元の人によるともう結構数年でなくなっちゃったっていうことで、あったらめちゃめちゃ面白かったと思うんだけどね。じゃあもう最後のちょっとなので頑張ります。よし、ですよ、富士山ね。ちょっと今日は見えないかな、ね、でもあっちも山並みがねすごく綺麗です。いいですよ、もう下っていきましょうか。
かね、こっちの道から登ったんですけども、ぐるっと回って降りてきます。そして、ね、下りの道も来た道とはまた別の方角に降りる道が続いているので、こっちから行きます。最高なんですよ。この川と山と街並みとかね、いっぺんに見えて、ちょっと前までね桜がいっぱい咲いてたけど、もう落ちてきちゃってますね。じゃああんまりのんびりしすぎると良くないので、冷えちゃうのでね、行きたいと思います。日が当たってないですけど、この辺が竹林でね、日が差し込むとめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。ちょっとね、駆け足なんで分かりにくいですけども、この辺の下りの道もところどころ濡れてると滑ってね、危ないので注意して歩かないと。こんにちは。こんにちは。
大声出して走ってたからね、おじちゃんがびっくりした顔してましたね。もうほとんど降りてきちゃいました。実はこの下には神社があって、お寺があって、ゆっくりね回れるときはここも回って、ちょっとそこで景色を見たり写真を撮ったりするのもおすすめです。通り過ぎてきちゃいましたけども、さっきの登り始めた急坂はちょっと手前にあったんですよね。で、さっきのあの大きな倒木のところに合流するような形になってます。普段ね、結構走っててもペースが乱れたりして途中でバーってねやめちゃったりするんですけど、今日はなんか、なんでだろう、程よい緊張感もあってうまくペース維持をねできた気がします。ありがとうございます。じゃあ最後道路に出るまではね、ちょっとこうジョギングで行きたいと思います。まあ走るのはね、あのプロじゃないですし、なんて言うんだろう、部活とかそういうのでも特に練習してきてるわけじゃないので、フォームとかね汚いかもしれないんですけど、でも山で走るっていうこと自体は一昨年ぐらいかなから旦那さんと一緒に始めて、毎年ちょこちょこ走ってるので、だんだんね自分の中ではね足さばきとか慣れてきたんじゃないかなと思ってます。道路が近づいてくるとね、なんか安心しちゃうんですよね。でも道路の先にも山があるっていうね、いい場所なんですよ、本当に。よし、行くぞ。私こういうね、木漏れ日が大好きなんですよ。木から日が差し込むのって本当綺麗ですよね。今時間で言うとね5時前で、ちょっと日が沈んできてる感じのあったかい日がね差し込んでていいですね。よし、道路だ。
さん、の修善寺温泉って来たことありますかね。この温泉のすぐ横にずっとこういう大きな川がね流れてて、こじんまりとしたね温泉街なんですけど、なんかすごく落ち着くんですよね、個人的には。ぜひね、山に登って温泉入って美味しいもの食べてっていうのでね、修善寺にも遊びに来てください。じゃあ最後はバランス取っていきますよ。左に偏りがち。車が来たのでちょっと避けてきます。こんなね、これもね結構びっくりしたんですけど、毎日、朝9時、12時、5時みたいな感じでこの音楽が流れるんですよ。なんか時間に縛られるっていうのとまた違った、なんていうかね、不思議な感覚になるんですよね。これを聞くと、今日も一日楽しかったなみたいなね、そんなね思い出を語られたい気分になるんじゃないですか。わかりますかね。ということで、喋ってるうちにもう赤い橋が見えてきました。最後、激坂。この辺で最後の挨拶をしましょうかね。ゴールしました。今日は、伊豆の山全制覇の第3弾ということで、城山の一発撮りをお届けいたしました。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは、山の綺麗な景色、美味しいご飯、山道具の紹介や伊豆のいいところの紹介をしております。今日の動画面白いと思ってくれた方はグッドボタンを、この丸顔にまたお付き合いいただける方はチャンネル登録をお願いいたします。バイバーイ。